掴み名声を手にした若者は今再浮上への道を歩まんとしています。プロレス界に金の雨を降らせる男、岡田和親。しかも今夜はついにあの男と二人っきりで同じコーナーに立つことになります。常に向き合ってきた、常にぶつかり合ってきた。さあ入場曲が変わったぞ。トップに立ち続けるこの男とエースと呼ばれ続けるあの男がついに、ついに二人っきりで同じコーナーに立つ日がやってきた。岡田が待ち受けるその花道へ今姿を現した。 IWGP 王者エース棚橋弘、棚橋と岡田だ。近年新日本を支えてきた2人の男がついにがっちり組み合います。ドリームタッグ、ゴールデンタッグ、スペシャルタッグ、どんな言葉でも物足りない。エースとトップのタッグチームだ。新たな時代を切り開かんとするものを今まさに跳ね返さんとする逸材。まずはリングに立った岡田和親、レインメーカー岡田和親。今再び浮上の時を迎えるか、レインメーカー岡田和親。ヘビー級チャンピオン181cm 101kg 田中弘。そしてコーナー対角戦だ。 IWGP ヘビー級王者広志。そして両者の位置が入れ替わります。セルリアンブルーのマットの上、常に確かにこの2人は対角線向き合ってきましたが、今日は意味が違います。ベルトを見せる棚橋広志、一方その対角線では岡田和親、共にコーナーに立ち、ファンからの視線を集めました。いやー、棚橋と岡田が並び立っています。2人っきりで並んでいます。その前にジェイ・ホワイトが割り込んできました。俺こそが主役だろうというジェイ・ホワイト。岡田はショートタイツ姿、一つ一つの動き姿にファンから歓声が沸き起こります。さあその中でまずは棚橋とジェイ・ホワイトが向き合います。ゴングを聞きました北海北エール。